ルミナ3というのはですね、このような形で、編集を行っていくんですが、何が他のソフトウェアと違うかというと、基本的にはフィルターというものをですね、使って編集をしていきます。この中にはですね、50種類近くのフィルターがあって、どういった機能かというのは分かりにくいんですが、ちゃんとここにですね、フィルターの機能が説明されています。で、自分でですね、好きなフィルターを使って、こちらに追加して使っていきます。で、このルミナーでですね、一番特徴的なフィルターなんですが、これは人工知能 AI を使ったフィルターになります。で、ちょっと一つ紹介したいのはですね、アクセント AI フィルターというものです。これは画像の中のですね、データを解析して、どのようにすると美しくなるのかっていうのを計算して自動的に美しく仕上げてくれます。なので、ちょっと使ってみるとね、こんな感じに一瞬にこのワンスライダーですね、ここからこんな感じで綺麗になります。あとはですね、これと同じような AI を使ったフィルター、 AI スカイエンハンサー、これ最近に出たフィルターなんですが、こちらを使うと画像の中のどこが空なのかというのをですね、この AI が自動的に検知して空の部分を美しく表現する、こんな形ですね。これは晴れた日にも適用できますし、曇った日でも適用できます。あとは夕焼けのシーンだとかにもとてもうまくですね、マッチしてくれます。あとはですね、オートン効果というものですね、とても特徴的なフィルターで、Photoshop で作ると結構ね、複雑な操作だとか、慣れてる人はいいんですけど、複雑な操作が必要になるんですけれども、このオートン効果ルミダで使うと、このスライダー一つでこんな感じに美しくですね、ふんわりとした感じ、かつですね、ピントボケてるように見えるんですが、これね、アップしてみるとちゃんとピンシャープでですね、おー、素晴らしい、ピントした形になってます。ちょっとこれ今ピンシャープになるので、時間かかるんですが、あとはソフトのね、状態を整えたり、このように自由にカスタマイズすることができます。あとはちょっとこの下にですね、いろいろ出てるもの、これ実はプリセットと呼ばれる機能になります。これをセットですね、自分で好きなものをですね、このように選択していくと、一瞬にしてプリセットのこの選んだ画面に切り替わります。で、自動的にこの画像になるためのフィルターもですね、このルミナーが準備してくれて微調整をしてくれる。で、もちろんこの状態がパーフェクトな、ものではないので、ここから多少微調整をしたりだとかっていうコントロールを、できます。で、自分用に、カスタマイズしたい場合というのはですね、ここで自分の好きなフィルターをどんどん追加していって、最終的にこのルミナールックスを保存といったところで、自分専用のプリセットってものをですね、作ることが可能となります。で、このルミナー3から搭載されたのがライブラリー機能というものですね。これまでプラグインとして他のソフトウェアからつないでいたんですけれども、今回のこのルミナー3からですね、こちらのようなライブラリー機能が追加されています。なので、画像を直接このルミナーの中で管理して、ダイレクトで編集につなげる、そして書き出したりということが可能になっています。というのがですね、大まかなルミナー3の説明でございました。